皆さんこんにちは、ヒカルと申します。今回はですね、いや来ると思ってなかった、まさかのカオルのガチャが来てしまいましてですね、ちょっとクロススカウトインテリジェンス引いていきたいと思います。いやね、ついこの間3月にですね、レイちゃんの特攻スカウト来まして、もうそれから2ヶ月でまさかカオルが来てしまうとは全く思ってなくて、そう、急にさ X 開いてもうほんまびっくりして、みたいな、まさか推しが来ると思ってなかったんで、なんかクロススカウトあるなーっていうのは分かってたんですけど、いやこれさ、クロススカウトで今回カオルが来るって予想してた人います？で今回スカウトインテリジェンスってことでさ、なんかめっちゃインテリな感じで、なんかメガネとかで来るんかと思いきや、なんかさ俺が解決してやんよみたいな感じの顔してるけど、もういや最高ですよ。こんな挑発的なカオルの顔あんまなかなか見ないので、いやいやちょっとね、買い構えよ、買い構えよ、めちゃくちゃ可愛くない？可愛い、いや可愛い、顔可愛いのになんかこのチャラ男座りみたいないやめちゃくちゃ座り方と服がチャラくてちょっとにんまりしちゃうんですけれども、で今回衣装もめちゃくちゃいいですよね。白でさ、カオルの白衣装って意外とあんまりなくて、怪盗の SCR とかは白いんですけど、あとブライダルか。でもなんか今回の衣装はすごいなんか落ち着いた感じで、なんかめっちゃ好きですよ私。いやーいいね、 SCR がほんまに気になる。で星4はね、ジュンくんでさ、これもまたなんかメンダコかぶっててめちゃくちゃ可愛い。なんでメンダコって、どういうストーリーなのってめっちゃ気になる。かなたくんもね、メンダコ持ってすごい満面の笑みでこちらを見つめていらっしゃるんですけれども、っていうかほんと後半どなたですか、なんか赤っぽかったよね、なんか予告では。で100ないけどレイちゃんやったらもうめちゃくちゃね、二枚看板のオタクは死んでしまいます。はい、というわけでちょっと早速ね、引いていくんですけれども、今回も一応天井、マックス天井まで、で、貫突できたらいいなーって感じで引いていきたいと思います。じゃあまず、優勝から。はい、つかさくんですね。あ、チルアウトの。これホッケーめちゃくちゃかっこいいやつですよね、星5の。あー、よし。じゃあ10連目、いきます。まあ今回本当に9周年直後なんで、ダイヤは結構もらえてますし、まあ、あと、お得パックとかもあるので、まあ、なかなかね、レイちゃんが来てからすぐで、ちょっとしんどい時期ではあるんですけれども、そう、スタライもあるしね。でもまあまあ、その、ダイヤがいっぱいもらえてるから、かなたくん、かわいいね。めちゃくちゃかわいいわ。はい、嵐ちゃんですね。そうそう、9周年でね、いっぱいダイヤがもらえてるから、怖くないぞっていう感じで、もう強気ね、引いていこう。もう、心が折れちゃうんでね。なんかさ、ガチャで出てくる時の、星5出てくる時の、ボイスも変わってるんですよね。お、おひじさんなんかめっちゃ出てきてくれますね。そうそう、演出のボイスもまだレカオちゃん聞いてないんで、いや、楽しみやなって。お、待って、来た。リズム、リンク、あ、ちょっと待って。来てる？みんなをとびきりの笑顔にしたいから、ステージからとびきりの愛を送るよ。ありがとう。早い。今回めちゃくちゃ早い。ちょっと待って。びっくりしてる。30連目？え、何やら怪しい会議をしているのか、このバーで。どっちかというと、回答ポジションじゃないですか？こういうところでさ、こそこそ会議をしているみたいな。ちょっと早すぎてさ、びっくりして、お、ジュンくんもまとめて、ちょっとこの10連最高じゃないですか。正しい10連はこうあるべきだ。ちょっと幸せすぎますね。もう、とりあえずちょっと、これでマジで一安心した。1枚来てくれたら、まあ、天井まで行ったら2枚なんで、いや、その間にも出しますけどね。ありがとうございます。優しすぎるのに越したことないからね、本当に。いやー、ちょっと幸先良すぎて、ちょっと、怖いなー。おー、じゅんくん2枚目ですね。可愛いよね、この。いやー、もう前回のフィーチャーが大変やったんで、今回マジでちょっと期待させてください。そう、もちろんね、あわよくば貫突したいので、天井までで。もう本当にね、スカウト爆速で終わっちゃいますよね、なんか。爆速で金が溶けていくんですよ。お、かおちゃん。お願い、かおちゃん。これもうね、上限突破してますね。私は止まりません。行きます。サクサクと。もうすぐ100連いっちゃうね、このペースでやってると。青が続く。この流れを断ち切りたいから、ちょっと次、スカチケ引こうかな。今、じゅんくん3枚目ですね。いいぞ、でも結構読み込みが短い。これは、あ、昇格頼む。結構昇格って激アツですよね。毎回こう。ね、黄色とか青から虹になったらもうすごい、うわーって汗が吹き出るんですけど。うーん、クロウさんね。あっという間に3000個あったのに、もう577個。いやー、早いね。昨日ね、頑張って、2900個ぐらいやったんで、ダイヤ。頑張っていろんな曲叩いて、3000個までにはしたんですけど、
もうね、叩く曲もなくなってきて大体のやつがもう全部 S プラスになっちゃってるんで、クロウさん、クロウさんめっちゃピックアップされてるっていうぐらい、いろんなクロウさんが来てくれますね。ありがとうございます。はい、チャリーンと行ってきました。本当にね、9周年パックありがたいですね。お得パック直後の推しは結構ありがたいですよ。まあ、感覚近すぎるのはちょっとやめてほしいんですけど、2倍看板のいや、そこ押してる人結構いるからさ、絶対皆さん大変ですよね。仲間はいるはず、きっと。アイドルの僕にとっても、料理人の僕にとっても、みんなの笑顔は最高のスパイスです。お、びっくりした。急に真っ暗になって、ブライダルやったかなの特攻やったニキさんですね。もうありがとうございます。あの時は本当にお世話になりました。ニキさん3枚来てくれて、てか100連以内で3枚来てくれたからめっちゃありがたかったんですけど、はい、そう、4枚目よ、お世話になりました。よし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 、ちょっとすり抜けもさ、カオちゃんと関わりのある感じでいい感じですよ。いけ、この調子でニキさん、カオちゃんを呼んできておくれ。そう、 A2Z でもさ、ご一緒してるし、ブライダルの時もね、特攻がニキさんやったんで、もう結構縁が深いと思ってるんですけど。イバラくんですね。イバラくん、後半のスカウトとか来たりしませんか？はい、あっという間に100連引いてしまいましたね。もう体感1分なんですけれども、大丈夫そう？いやでもね、1枚来てくれてる安心感がちょっとあるので。いやー、お、待て、来た、リズムリンク。お、え、ガチ？え、ちょっと待て、みんなをとびきりの笑顔にしたいから、ステージからとびきりの愛を送るよ。ちょっと上振れしてません？大丈夫？ちょっとまだ早いかな、そういうのは。え、待って。え、しかも新しいボイスもめちゃくちゃいいですよね。愛を送るよって、もうさ、もう私はカオルに今愛をめっちゃ送ってます。カオルに送られた愛の倍を与えてるのでだからもう天井まで行ったら3枚は確定しましたね。お、ちょっとクロウさん、今回クロウさん結構ピックアップされてますよね。いやー、ありがとう。2枚目、よしよしよし、ちょっとこの調子で行きましょうよ、かおちゃん。ちょっと今回さ、なんか全然すり抜けも1枚だけですよね、ニキさんだけで。結構良さげじゃないですか？そう言うと青く光るんですよね。ちょっと早かったな、2枚まで。びっくりしてる。そういえばね、あの X 見てたら、もうちょっといろんな方がおっしゃってたんですけど、今回ね、あのクロススカウトっていうなんか ES 初の試みに、また運営さんはそのトップバッターにカオルを選んでくれたんですよ。もう私は本当にそれだけで本当に嬉しくて、もう皆さん思い出してください、あのシャッフルデートプランのことを。もうね、あのシャッフル企画もね、星号のトップバッターはカオちゃんであって、待って、カオちゃんの愛を述べてたらカオちゃん来る。カオちゃん、みんなをとびきりの笑顔にしたいから、ステージからとびきりの愛を送るよ。おっちゃん違いこんなことある？ちょっと待って、これなんかレイちゃんの時もこんなことあったな。いや、スコ様ありがとうございます。スコ様ね、結構ね、定期的に来てくれてて、いやでもスコ様めっちゃ好きなんですけど、ちょっとこれでセレクトコイン、ちょっとこのスコ様でさ、結構セレクトコイン稼いでるんですよ私ちょっとびっくりした、さすがに。いやでもありがとうね。もうちょっとでも ほぼ確実に今回の方やと思ってたんですけどはい、そう、今回またクロススカウトっていう新たな試みでカオルをトップバッターに選んでくれた運営さんは本当に神でいらっしゃいますね。もうね、あのシャッフルの時に、あのカオルが一番最初に選ばれたことを、この ES 初の企画のトップバッターに俺を選んでくれた君の気持ちに報いたいからみたいなことをさ言っててさ、可愛いねセナ君みたいなことを言っててさ、もうさ、私はもうあれを聞いて本当に泣きそうになった。私がね、もうほんまめっちゃ嬉しいなって思ってたことをカオルはちゃんと言葉にして感謝してくれるのが、もう本当にあの子はもう、だから来て。ちょっとさっきのカオちゃん違いはちょっとビビりましたねちょっとビビった、あれは確実に来ると思ったのにまあカオルであることに変わりはないからね、全然いいんですけど。おっと、戦ってますね、琥珀ちゃん。レイちゃん、一瞬のレイちゃん。あ、ジュン君、そういえばあんまり来てなくない？あ、貫突はしてるか。なんかあんまり来てる印象なかったんですけど。いやー、カオルってさ、本当になんかもう愛されキャラが定着してきましたよね。なんかびっくりの頃からは全然考えられないんですけど、私がカオルに初めて出会った時は全然そういうタイプじゃなかったんでね、やっぱり
なんかすごいこうとっつきにくそうな、あ、かわいい。そう、それがさ、今となってはですよ、みんなに愛されるお兄さんキャラになっちゃって、もういやー、でもやっぱりそこのね、なんか成長過程みたいなのが、まあキャロルとかやと思うんですけど、ああいうストーリーがやっぱりなかったら多分ここまで好きにはなってないと思うんですけど。お、コウガくんですね、応援しに来てくれてますね。そうそう、カオルのね、そういう成長ストーリーとかこう悩みをね、お、来た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 、ちょっと待って、また話後でしますね。ちょっとリズムリンク、みんなをとびきりの笑顔にしたいからステージからとびきりの愛を送るよ。ありがとう。いやもうちょっとほんまに今日は上振れしてるね、カオちゃん。もうカオルのスカウトもう上振れか下振れしかないんですけど、すり抜けもカオルやし、え、これ3枚目のカオル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 ニキさんやで。演出のとこ、あのリズムリンクしか見てないんですけれども、もう大丈夫そう、ちょっと私、あ、明日大丈夫かな。ちょっとほんまにそうなんですよ、カオルのスカウトって。で、前回のフィーチャー2とかめっちゃ下振れ。みんなをとびきりの笑顔にしたいからステージからとびきりの愛を送るよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、理解が追いついてないんですけど。え、もう4枚目ですよね。つまり天井で貫突確定ですよね。私がちょっと久しぶりにこんなに愛を語ろうとしてるからかな。ちょっとカオちゃんに与えられる愛より私が与える愛の方が大きいからね。いやー、いいよね、もうね、博士カオルはもう本当にいいですよ、皆さん。そう、もう皆さんご存知だと思うんですけどね、もう。ちょっと待って。もう早々に4枚目でございます。こんなことあっていいんですか？本当にありがとうございます。もう迷いなく天井突き破らへんな。迷いなく天井叩きますよ、私は。ちょっと190円、200連手前にして4枚来てくれましたよ。優しすぎる。優しすぎる。あと100連以内に来てくれたらもう自力で貫突ということで。もう全然300連で貫突で私は全然構わないので、もうそこはカオちゃんゆっくり。はい。ゆっくりしててください。はい、本当にね、もう博士カオルという人間はほんまにいいというか、もううん、いいという言葉で言い表せないけどいいので。まだね、カオル推しじゃないよっていう人はね、もうぜひびっくりからストーリーを読んでいただいて、ぜひ博士カオルくんを推しになってほしいなと私は常々思っているんですけれども。可愛いね、純くん、博士カオルくんを好きになってくれ、みんな。いや、私はね、たびたび語ってると思うんですけど、ね、やっぱ成長枠っていうのがもう一番良くて、本当に、なんだろうな、カオルめっちゃ成長したなっていうのがびっくりからあって、もうね、そういう内面的にさ、こう悩んでることとか、なんやろうな、そういうもどかしさっていうのを、まあ、ハッピーエレメンさん、書いてくださるので、ちょっととっつきにくい感じのキャラやったんですけど、なんかすごいそういう部分をしっかり細かくね、丁寧に書いてくれるので、もうそれでもうすごいカオルに沼ってしまったっていうのが今の私なんですけれども、いやー、そうそう、あれぐらいね、ハッペレさんは細かくストーリーを書いてくださるんで、もうなんかほんまにびっくりの頃は本当等身大の男子高校生みたいな感じで、まあアイドルやるか自体もう迷ってたわけじゃないですか、続けるかも。まあ結局ね、まあ大学進学じゃなくてアイドル続けるっていう風に舵を切って、それで今の博士カオルくんがいるわけじゃないですか。もうみんなのお兄さん、博士カオルくんですよ。もうだから私何回も言ってるかもしれないんですけど、多分びっくりびっくりから始めてても、あんまカオル推しにはなってなかったような気がするんですよね。なんかやっぱびっくりでカオルに出会ったからこそ、なんか今のカオルも好きっていうか、うん、あの頃のね、カオルがあったから好きなんやなっていうのがすごい、私はそう思ってますね、自分が。まあね、なんか大学進学か、まあアイドル続けるかって、だいぶさ、人生、え、待って、来た、これはラスト？ちょっと今度はどうやろ。アイドルの世界をもっと自由に飛び回って、わしはこれからもいろんな景色を見たいんや。琥珀ちゃんですね、めっちゃ可愛い。もうこの寝顔、琥珀ちゃん最高に可愛いですよね。いや、琥珀ちゃんもさ、私たびたび言ってますけど、なんかそのこの可愛さと、なんか内に秘めた男らしさのギャップがめちゃくちゃ好きですね。本当に可愛いね、そらくんは。はい、じゅんくんも可愛いね。そうそう、カオルへの愛を語ってた途中やったんですけど、ね、まあ、人生の分岐点で、まあああいう風にいろんな人の、まあ、手助けはあったと思うんですけど、だって自分でね、答えを出して前に進んでいくっていう、もうそのなんかなんだろうな、綺麗ばっかりじゃなくて、まあちょっと泥臭さもあるじゃないですけど、まあ結構ね、そういうキャラが好きっていうか、私的には。
もうクロウさんですね。クロウさんめっちゃ来てくれてますよね。そうなんか、なんかアイドルキラキラって感じですけど、なんかそのキラキラばっかりじゃない面をね、まあ、ちゃんと見せてくれるので、やっぱりそういうところでさ、内面を深掘りしてくれてるのが、まあ、すごい嬉しいなって思ってて、カオルはこんなにお顔は美しいのに、あんなにさ苦労してというかさ、いろいろいろんなこと考えてさ、泥臭く生きてんだよなっていうのを思ったら、もうすごいなんか私が守ってあげるってなる母性本能がな、やばいよね。もうカオルありがとうの気持ちを噛みしめて、ちょっとあと40連やっていきますね。いやー、ありがとう本当にカオル運営さんに、待って愛されてるなって思うんですよ私。そして私にもめちゃくちゃ愛されてるカオルニューディメンション、僕の魔法で幸せな未来を手繰り寄せよう。夏目くんですね。ちょっとボイス変わってるからさ、ちょっとこれもでも4話もうすぐ完凸やと思うんですけど、いや結構ね来てくれるんですよね。なんか夏目くんさ、一時期さ、なんか夏目くんラッシュみたいな時があって、その時ね、星号の夏目くんめっちゃ来てくれてて、おお、やっぱり完凸しましたね。夏目くんありがとうありがとう。これでフラッシュがまた強くなりますね。はい、残すところ30連ということで、カオルの好きなとこ3つ言っていこう1つ目はやっぱりね、頑張り屋さんなところですかね。それをね、あんまり人に見せたがらないというか、まあ見せたがることはないと思うんですけど、あんまりこう気づかれたくないというか、なんかそれもキャロルで言ってたんですけどね、なんかレイちゃんにさ、俺がどれだけ見えない努力してるか知ってるみたいなことをさ、レイちゃんに言っててさ、レイちゃんの隣に並ぶためにさ、本当に頑張り屋さんなんですよね。なんか頑張ることってあるんかなみたいな感じの、何でもできるキャラとかに見えちゃいそうなんですけど、実はめちゃくちゃね努力をしててっていうところが一つで、二つ目、こんな感じに見えるのに実はめちゃくちゃ可愛いところがあるところ可愛いところがあるところ、アンズちゃんと出会った時のカオルとかね、もう本当に可愛すぎて小動物みたいな感じそう、その可愛いところはやっぱり2番目に好きかな。カオルの好きなところ3つ目、その場にいる人たちをパッと明るくしてくれるところですね。もうこれは欠かせない、外せない。私は本当になんかこう、その場にいる人をさ、こう明るくするような、本当に太陽のような子が好きで、私はずっとなんかもう私も浄化されていくんですよね、カオちゃんを見てると。そういう子を見てると、そう、もうナムアビダブツって感じでさ、もう、あー、カオちゃんありがとう。いやー、ということで最後カオちゃんで、まさかの星4ではありますけれども、カオちゃんで締めくくっていただいてありがとうございます。今回ちょっと優勝しすぎて、300連で無事貫突、ダイヤもさきっちり終わりましたね、300連で。いやー、ちょっと優しすぎるよ、ありがとう。本当にカオルのガチャってさ、上振れ下振れがすごいからね、今回ちょっと上振れたね、もう嬉しすぎる。みんなをとびきりの笑顔にしたいから、ステージからとびきりの愛を送るよ。そう、とびきりの愛を。そう、カオルってさ、こう結構こう自分が与えるっていう感じの精神を持ってるっていうか、俺がみんなのことを笑顔にするからねみたいなさ、もうそういうところがめちゃくちゃ好きなんですよね、やっぱり。そんなカオルに私は与えたいんですよ。じゃあちょっと SCR だけ最後お披露目して終わろうかなと思います。じゃーんと、 SCR なんとグレー、かっこいいね。いや、中、この結構中の服かっこいいね、めっちゃ。え、白がこんな感じ、白もめちゃくちゃいいですよね。ちょっと今回は選べないかも。てかこのさ、マントの後ろがさ、チェックになってんのめちゃくちゃ可愛い。なんか踊らせたら多分ここひらーってなって内側見えるんですよね。でも SCR もめちゃくちゃいい。ちょっと今回はこれ好み分かれると思うんですけど、いや、白の方がね、やっぱりカオルのね、髪の毛の色に合ってるから白の方がいいかなって思っちゃうんですけど、衣装、色合い的には私このグレーの方が好きかもしれない。いやー、いいね、かっこいいよ。はい、というわけで今回はカオルのスカウトを引いていきました。いやー、今回はこれは上振れですよ。もう前回のフィーチャー2が下振れやったんで、もうほんまに嬉しいです。もうカオちゃん、ほぼほぼすり抜けもなくカオルばっかり来てくれたんで、いや、マジでちょっと嬉しすぎました。ちょっと次のガチャにね、ちょっと備えてまたダイヤ貯め直したいなと思います。次はレイちゃんやね、待ってますよ。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、 SNS のフォローなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。